ピーカリカリピーピピピピピピ。頭の具合が悪いのでしょうか。いや大丈夫だ。しかし、一般的に人というのはそのような奇妙な歌を歌う習性はないものでして、武士道狩猟笛使います。狩猟笛といえばギルドスタイルというイメージはありますね。まあ安定性は一番である。実は前作でも武士道狩猟笛は使っていたのだけれど、ほんと使いにくくてさ。そんな武士道狩猟笛、ダブルクロスにおいてはジェスト回避後に固有の演奏を行うことができるようになり、使い勝手が向上しましたね。武士道なのにジェストアクションをせずに走らなければならない苦しみから解放された。これで心置きなくジェスト回避できる。それではどのモンスターで挑戦しますか。やはりここは武士道スタイルと相性の良い一毒ヒメリオレイヤに行こうと思う。二つなモンスターですね。色属小属に分類される二つなでもある。初耳ですね。色属性称号の三文字構成の二つなモンスターだ。頭文字取っただけですか。習い図所属って言った方がいいかな。頭文字取っただけですか。目標タイムは笛だし硬いし、20針でも許そうか。かなり甘い設定ですね。そもそも倒せるかどうか不安なもので。錬金パンランスで挑んだ時はリアルリタイアしたのでしたっけ。リアルリタイア、ともかく不安な相手である。その分狩猟笛見せないと。早速装備を作ったそうですよ。使用する笛は神滅笛イブレスノバ。攻撃台という強力な旋律に旋律効果延長旋律という。なんか同じことに回言っているように聞こえるね。解説中です。あ、はい。攻撃台という強力な旋律に旋律効果延長旋律という。非常に攻撃に特化した狩猟笛ですね。選んだ理由については後ほどということで、スキル構成は見切り、電撃と会心を強化。弱点特攻は入れないのですね。しどき姫のコンクリート肉質に弱点特攻は厳しいかなって。コンクリート肉質で紫ゲージが短い気がしたので念のための技物。最後に狩猟笛ならばゼストもつけたい飛行酒場の心である。さて今回は天元同様高難度のテストである。テイク数は覚悟しておけ。本日の晩御飯はどうしましょう。抹茶アイスが売られている店のバニラアイスで頼む。キャンプスタートに支給品だって、これが何を意味するか。そう、しどき姫の狩猟じいさん、一度でも力尽きたらクエスト失敗ですね。しかし私の固定食事スキルに報酬金保険がある。一度倒されてもすぐにクエストリタイアできる。サムアソルトはジェスト回避楽勝負。これは助かりそうにありませんね。これ操作ミスをやらかしてしまった。しどき姫はモーション速度が通常個体よりも遅い。感覚を変えて戦わねば。気持ち遅めの回避ですね。しかし狩猟笛はその点有利。素早い移動速度で判定外に行き、いざという時は絶対回避でやり過ごす。とかずらー、別なんで何払い。サマーソルトでは戻ってきた時の尻尾に当たらない。当たっている。ここで録画終了。おかげさまでセリフが途切れてしまいました。もっと長く撮っても良いのではないでしょうか。無理、それにしても装備が技物などは不要に感じますね。飛行酒場、つまり笛吹き名人もどうなのかなって。武士道狩猟笛は3連音攻撃、ジェスト回避後の演奏によって戦慄効果の維持はとてもやりやすいですね。肝心の全戦慄効果延長も3色。1回のジェスト回避で演奏準備が完了するのである。積極的にジェスト回避をするならば、笛吹き名人を外す選択肢もなくはないか。早速私は装備を作った。なんとも言えない外見ですね。下半身魔王と言える外見だ。どうして下半身だけ魔王なのでしょうか。キャップってやつかな。効果は薄いです。さてさて、以前とは変わってとにかく火力重視ですね。弱点特攻と超回心が入れられたのは大きい。おや、弱点特攻は硬いし毒姫と相性が悪いのではありませんでしたか。あ、コンクリート肉質だ。あ、はい、コンクリート肉質ですね。しどき姫の肉質であるが、頭部破壊をすることによって弱点特攻が通るようになるのである。打撃武器である以上基本的に頭部狙い。イブレスノバの爆破属性もあって、頭部破壊そのものは割と早めに完了するのである。そしてこれは私の経験上、しどき姫との戦闘は長期戦のものとなる。以前錬金弾ランスで挑んだ時ものすごい時間かかってましたよね。視聴者様の知らない情報を言うでない。テレパシーで読み取ってもらいましょう。視聴者様に無理をさせるようなことを言うでない。ともかく長期戦が想定される戦闘で頭部破壊が早めに終わるのならば、弱点特攻も十分選択肢に入るのでは。ズレブ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 。なるほど、実際に目標タイムも20針ですからね。ふむふむ、現状かなり安定した立ち回りが。自己評価が切れるぞ。これ早く吹き直さねば。吹き笛でも吹きますか。私そういう技術持ってない。そもそも吹き笛で演奏効果が得られるわけないだろうが。吹っ込む順番が逆だと思います。確かに。ところで自己評価旋律が切れてしまっているようですが。え、あっからだが重い。今吹いたではないか。笑っていても演奏効果は得られません。そういう意味ではない。どうやら演奏する瞬間に切れてしまったようです。すぐに吹き直してと。どうにか倒したぞ。おめでとうございます。20針達成ですね。うん、ちょっと嫌な予感がするのだ。嫌な予感と申しますと。タイムを確認してみてほしい。5秒ごぼうは体に良いですよね。違う、5秒。あと5秒早ければ15針狙えるのだって。この絶妙に冷たくなるタイムは実に憎い。どちらかというと6秒ですね。細かいところ突っ込んでくるな。さてボンミスをなくして再チャレンジしたいところだけれど、ここは安定性を向上させる手段。装備変更ですね。そうだ、ずっと引っかかっていたのだ。三連音攻撃と後方攻撃、妙に三連音攻撃にて答えを感じないことに。モーション値を調べてきました。三連音攻撃のモーション値は15、20、30となっております。それで狩猟笛のメインである後方攻撃は45です。高いな。いや低いな。3連音攻撃弱くないか。2発目と3発目が命中しないと後方攻撃以下なのか。3連音攻撃はモーションも大きいですし、3連音攻撃の間に後方攻撃と右分回
足は入りますね。ところで右分はどうなの？30、後方と合わせて75ですね。思ったよりも高い。火力面では役に立つとは言い難いわけか。武士道狩猟笛で高記録を狙うためには、できる限りジェスト回避をしないことが大事ですね。結果としてそうなるわけだけど武士道でそれ言っちゃう？そして3連音攻撃を使えるわけならば。そういうことか。早速私は装備を作った。飛行酒場の心、つまり笛吹き名人が復活ですね。その通り、ジェストアクションを控えるということは、特殊演奏を控えるフォローを入れたわけ。さっきのような演奏タイミングを忘れたことも考慮している。さあ、この装備でジェストクリアだ。この G さんは面倒くさいが便利なところもある。飛躍の節約になるのである。最近飛躍がどうも不足している。使いすぎた。それ以外に色々とアイテムが枯渇しておりますね。攻撃3枠では足りない。18枠くらい欲しいぞ。過労死させる気ですか？暇そうなアイルンや行くもの村長にでも頼んでおけばよいだろう。おとなしくケルビの角を納品しましょう。だるいなぁ。はケルビ納品バイトとか募集してはどうだろうか。あまりの問題発言にしどく姫さんは然としていますよ。棒立ちは戦闘開始の合図である。開幕行動、右やや斜め後ろにジェスト回避、3連音攻撃を2発当ててキャンセル。特殊演奏の準備だ。ジェスト回避をしたので頭部めがけて特殊演奏。あっこれは空振りですね。どうせ演奏攻撃の威力なんて大したことないのだから気にするでない。モーション値35です。思ったよりもあった。外してしまう。私は絶句を感じている。これこそ大したことではありませんか。しどく姫の突進はな。それはもう嫌なモーションなのだ。良い言葉が思いつかなかったのですね。食らった時には凄まじい精神的ダメージを受けて倒れかける。そんなこんなでジェスト回避、コンガをすっと殴りつつ演奏を行う。なんで倒れないのだ。さすがに演奏攻撃一発で倒れるほどコンガは脆くはありませんと思っていたら、しどく姫の近距離爆破で力尽きたぞ。やっぱり呪いではないか。申し訳ありませんでした。ほらこの調子でもう片方のコンガもすっと倒してやろうではないか。コンガさんに何の恨みが。カエンブレスは右分と後方が繋げて当たる良い技だ。ずっとカエンブレスしていたら蜂蜜あげるぞ。ワイロは通用しません。おおっと危ない。今のジェスト回避危なかったですね。できるかできないかは距離次第。ここで怒り状態です。またジェスト回避するのか。ここはしないと。ちょうど近くにコンガがいますよ。特殊演奏攻撃でとどめいただいたぞ。やったぜ。サマーソルトはジェスト回避してはならないのだと。ここで速着地より後方攻撃しませんね。これは展開クラブが立った。ここだ。展開に合わせての墜落やりましたね。私の勘が正しければこの後すぐに起き上がってたのでと思い出しスタンが発生する。そしてロマンプレイは録画を忘れないスタイルですね。ついに私の出番が来たようだな。誰だ。私は最強の笛狩り技音撃心発動するぞ。ハンターよ。リタイア案件入っていいかな。なんでや。確実に狩り技設定ミス。よっけ。私の技はしどく姫に効果的だ。破壊した頭部以外非常に硬いしどく姫には私のような固定ダメージ狩り技がとても強力だ。ダメージを稼ぐんだ。溜まったからとりあえず使ってみるぞ。音撃ハゴー爆音か。2連続の昼に、さすがは強化された音撃心ですね。残念狩り技は前作までだ。思い知ったか。思い知ったかもしれない。反応に困る戦闘やめろや。オットチャージブレスには対処法があって何発目まで普通に避けて、ここで右腕ブンブン。こうすることでスーパーアーマーを手に入れ風圧を防げるのである。ジブレスのバハの削り向こうつけますよね。スーパーアーマーでジェスト回避を回避。ジェスト回避しないように回避方向に気をつける。反撃のチャンス到来。ジブレスのバハの削り向こうつけますよね。こっちの方が使いこなしている感じるであろう。出ません。バッハー。音撃心のせいで臨戦がないのだ。紫維持して戦えないぞ。音撃心のせいで紫と白は大して変わらないから大丈夫だ。それ以上に注目すべきはこれだ。しどく姫はエリア移動の頻度が多く、モーション速度も遅くて隙が大きい。砥石を使う機会は多くある。臨戦がなくても切れ味維持は十分可能ということですね。臨戦は緊急撤退という意味もあってな。緊急撤退用にジェスト回避があるのではありませんか。そうだった。それでは振り向き時に右分。おい翼邪魔だぞ。翼は頭部から守るためにあったのでしょうか。脳筋みたいな見た目しているくせにありおる。どういう風に見たら脳筋に見えるのかわかりません。頭がボロボロなところ。元からそうであったわけではありませんよ。次教習きます。来ません。しかし私の反射神経が働いて右分を当てていく。完全に反応が遅れてで右分しかできなかったではありませんか。右分しかってなんだ。モーション値30舐めるなよ。あ、確かにだろう。せめて頭部に当てましょうよ。しどく姫が翼でガードしてきたのだ。しかし今はガードされない。この位置だ。後方攻撃で気絶を取りましたね。サマーソルトの体勢に入ってましたのでスタン取れなかったら危なかったですよ。私の精密な気絶し計算括弧感によりこの気絶は分かっていた。感の力ってすごいですね。では先ほどの展開も感で予測できませんでしたか。それ引っ張るの。それはそのあれだ、ツツキの仕業だ。ツツキ勘で予測した瞬間になぜか透明なキツツキが飛んできて頭にぶつかり思考回路が来る。音撃心が溜まったぞ。あーこれは来る。まさか来る。旋回だー。準備はいいな。行くぞ。音撃ハゴーバクロンだー。ついてよこれ。戦術が決めております。違う。いや言っていることそのものは間違ってないけれど違う。音撃心で気絶を取った。違います。後方攻撃で気絶しております。これは思い出ししたんです。違う。確かに気絶耐久値を例にしたのは後方攻撃だ。その後に音撃心で再び耐久値を例にしたのだ。それはない。そんな音撃心にそこまでの気絶しないよ。そもそも気絶中は気絶し削れませんし。攻撃台あ弱った弱った。静かにしましょう。現在は15針まだ希望はある。油断は禁物ですよ。先ほどは5秒惜しかったのです。分かっている。そのための音撃心これでとどめ
が、あれ？まだとどめを刺せるほどダメージが通っていません。攻撃心は強化されたのではなかったか。で、タイミング悪く怒り移行したせいで空圧が。攻撃力の影響を受けるだけですので、単純に攻撃力が低かっただけですね。しどっちめの瀕死ラインって 8% だよ。攻撃心で 8% 削れないの？さすがにそれは無理がありますって。実現するのなら攻撃心で1000近くのダメージがないと。それは確かに無理があるなぁ。よっしゃー。はい。急に静かになりましたね。くぬぬ。攻撃心で1000ダメージ超えは無理があるか。あ、ゲニアデアマンテ。正直なところゲニアデアマンテでも厳しいですね。スキルやアイテムを詰め込めばいけますが、素ですと難しいですね。ところでなんで1000ダメージにこだわっているのかな。なんで知らないのですか。というわけで長きにわたる挑戦が今、終了した。感想はいかがですか。その前に、投稿期間が空いて申し訳ありませんでした。撮影が難航していたのはあるのですが、貴重な1週間のうち唯一編集に没頭できる日曜日を1日サボりました。何をやっているのですか。最近集中力が持続しなくてね、集中力回復のための休養だと前向きに考えております。回復しましたか。正直あまり。ただ集中力なんて割とその場の気分なため心配は無用です。ちゃんと投稿できるように頑張ります。改めましてご感想をお願いいたします。ジャストアクションがあまり強くないのはまあ気になるけれど、純粋に安定性のある狩猟笛で使い勝手は非常に良いです。全音攻撃がない、つまり暴発の心配がないのも高評価。個人的に狩猟笛を始めたい方にはおすすめです。それじゃあお久しぶり、リモス様だ。今回の動画はいかがだったであろうか。当チャンネルの他の動画もぜひぜひ見てほしい。生放送も時折しているから、見てくださると我が輩は嬉しいぞ。次回の動画も楽しみに待ってくれると嬉しいぞ。